とかですね、ファーストラブ、愛しネイリー、シングルアゲイン、レイニーブルー、まあ、このあたりはですね、日本の歌として有名なんですよね。まあ、日本の歌どういうものがありますかと、フィリピンで知られている。でカラオケでやっぱりですね、歌った時にやっぱ現地の人が反応してくれる方が受けますよね。なので、まあ、タガログ語で歌うのもいいんですけども、日本語でそのまま歌ってもですね、そのメロディーでわかるので、結構喜ばれるかなと思います。まあ、日本の、日本式の KTV ですね、JTV に行った時にですね、歌ってあげるといいかなと思います。まあただまあ KTV とかですね、やっぱりお金落としてですね、まあ、その場は本当に割り切って、そのためにもう割り切って楽しむというのはいいんですけども、まあ、本当に口説こうと思ったら効率は悪いと思いますので、まあ、出会い系とか僕は個人的にはですね、使ったりはしてます。でそういうのをお勧めしたりしてます。でネット独立したいと、確実なやり方なんでしょうかってことです。